六角綾子1月24日体は、日本の現代美術家。本名、六角綾子。筆などを一切使わず、手で直接キャンバスや段ボールに絵を描く。その独特のスタイルで行われるライブペインティングや色彩豊かな作品で知られる。瞳の大きな少女のモチーフとカラフルな色彩の作風が国内外で人気を誇っている。所属ギャラリーはギャラリーターゲット、ギャラリーデライブ。千葉県出身、アムステルダム、ベルリンを経て2020年時点ではポルトガルを拠点に活動している。血液型 A 型。1982年、千葉県に生まれる。高校卒業後は、グラフィックデザインの専門学校のイラストレーション科に通い20歳で卒業した。周りの生徒が就職する中で卒業後は就職せず、デザインフェスタに参加して、ライブで絵を描くパフォーマンスを行った。この場で初めて筆を使わずに手で直接描く手法を思いついたという。2002年からは、路上での創作活動を始め、翌年にはGEISAI4に参加する。その場で注目を集めた綾子は、スカウト賞を受賞した。その後、ニューヨークへ訪れて、国外の画廊の知見を得て帰国し、2006年に、再びGEISAIに参加した。この頃から、綾子の作品は、ヨーロッパで紹介されるようになっていき、スイスでのアートバーゼル出展時に行った。ライブペインティングでは100枚以上の売り上げを記録した。2010年にベルリンへ移住した。人気、評価ともに日本よりもヨーロッパで高く海外での活動が中心となっているが、2011年に東日本大震災が発生した際は日本に帰国して東北地方の子供たちに描かせた絵を用いての創作を行った。同年にはオランダ・ロッテルダムのクンストハル美術館、翌年にはスロバキアのダヌビアナ美術館で規模の大きな個展を開催、何千人もの来場者が集まった。2017年5月には東京都渋谷区のギャラリーターゲットでアクリル板を用いた立体作品の個展も開催している。近年はアートオークション市場での人気も高く、想定落札価格を大きく超える結果を出し続け、アートプライス社発表レポートでは、女性アーティスト急上昇ランキングにおいて2019年に世界11位、1980年以降生まれのアーティストのオークション売上ランキングトップ20で2021年に世界第4位、売上トップ500アーティストにおいて2020年に180位、2021年に29位となっている。2020年10月末からは、千葉県立美術館で、国内公立美術館で、初の大規模な作品展となる、個展、魔法の手六角綾子作品展を開催。展覧会一覧参考、綾子六角、ギャラリーデライブ紹介記事パブリックコレクションズ。ありがとうございます。